それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。高木さんからいただきました。昨日海洋圏出るよチーム見て、割引よチーム見たから出るわ今日って思いながら引いたら、ロード画面来て瞬間移動演出からの海洋圏ブルー来て本当によチーム来たということで、すごくねそれめっちゃすごいなそれ。僕はそういう夢一度も見たことないんで、まあできればね見てみたいもんですよねまあなんかデジャビューとかはそういうのはあるとは思うんですけど、ほんまにそのレジェンズ単体でよチーム見るっていうのはだいぶもう頭ん中レジェンズだらけでしょあなたっていうぐらいねすごいことだと思います。はい、お次のコメントがこちらです。2ヶ月前1分前さんからいただきました。ジレンってあとどれぐらいで実装されると思いますか、ジレンのためだけに意思を貯めまくってますということで、まだまだじゃないですか多分なんなら2周年とかそれぐらいでもおかしくないキャラクターだと僕は思ってるんで、まあまだじゃないかなっていう気がしますね。1周年の時も新キャラクター4体ぐらい出ましたよね。ブルー、ブルー、レジット、ゴルフリーみたいな感じで。なので、あれゴルフリーって1周年やったっけ？ちょっと間違ってたら申し訳ない。ただまあなんか敵キャラクター1体ぐらいいたんで、まあ、ジレンもその枠で入ってくる可能性はあるんちゃうかなと思いましたね。はい。まあ多分まだまだだと思います。お次のコメントがこちらです。稲子さんからいただきました。最近木染め流行ってるからリルド輝くな、赤染め結構流行りそうですねということで、赤染めはね厳しいと思いますよ例えば赤染めで PVP 潜ってみて、じゃあ木染めパーティーに当たったらよしなんですけど、例えばそれが悪の系譜パーティーに当たったりとか、合体戦士に当たったりとか、人造人間パーティーと当たったりとかしたら、どのパーティーも青色で強いキャラクターっているんですよね。例えばその孫一族パーティーとかと当たってみても、バカ野郎悟空いるし、13号がいるし、最終形態クーラーがいるし、青ゴジータがいるしということで、あー赤染めは厳しいと思いますよ正直。じゃあ木染め最強じゃないですかって言われると思うんですけど、まあ強い赤もいるしみたいな、ちょこっとリルド挟んでるだけで木染めは結構厳しいと思うし、じゃあもう全部の間取って緑最強なんじゃねえかって僕は最近思い始めてきましたはい、ということで以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回は、ドラゴンボールレジェンズの実況を始めていくんですけど、ちょっとね運営さんに、まあ、僕の完全なる個人的な意見になるんですけど、言いたいことがあるなぁということでちょっと動画を撮ってます。はい、何かというと、まあイベントのこれおすすめ、このチャレンジラッシュバトル、やりましたかね皆さん。まあ僕は一応、チャレンジ全部オールコンプリートして、なんかセカンドチャレンジラッシュコンプリートみたいな、そういうタグをもらったんですけど、これね相当むずくないですか相当難しくない？まあ僕自身は結構課金してて、まあある程度強いキャラクターも揃ってて突数もあって、でも結構苦労したですよね。じゃあこれ無課金の人がやったら一体どうなるんだとどうなりますこれ無課金の人がやったら。でね、これ報酬見てみると石200個もらえるわけですよ。で全部の、全部5個ですよね。全部で5個のクエスト、まあミッションがあって、全部クリアすると石1000個もらえるわけですよね。まあ無課金の人からしたら喉から手が出るほど欲しくないですか、石1000個ってね、相当な数ですよね。それをここまで難しくして無課金じゃクリアできませんでみたいなことするかねっていうことが言いたかったんですよね。でまあ
それじゃあ今までずっと難しいミッションとか出てきたじゃないですかみたいな、じゃあその時なんで動画化しなかったんですかってなるとは思うんですけど、前回フルパワーフリーザのミッションがあって、一番最後のミッションすっごい難しくて、なんかなんて言ったらいいんやろな、すごいね、嫌な強さがあったというかね、普通にライジングラッシュこっちの射撃に合わせてくるとか、必殺何個持ってんねんっていうぐらい撃ってきたりとか、すぐさま最速回避してくるとか、コンピューターならではの攻撃をねバンバンしてくるわけですよ。でそれでこうツイッターでこうリツイートで回ってきただけなんで、まあ、確かな情報っていうのはちょっとわかんないんですけど、まあいろんな多分実況者が言ってるとは思うんですよね、多分。その難しすぎるとね、無課金の人がプレイクリアできないようなミッションを出すなみたいな、そういう苦情が運営の方にすごいいっぱい殺到したらしくて、でそれに対して運営さんがこうユーザーに対して、確かにそうですねと、難しくしすぎましたって言って、弱体化の検討をしますと、申し訳ございませんでしたみたいなこう返答をしたらしいんですよ。でこれみたいなわかります、僕が言いたいこと。謝ったんでしょ難しいミッション出しましたねみたいな、確かにこれは嫌な強さですよねみたいな、弱体化を検討しますみたいな、そういう謝罪をした後で堂々とこんなクエストを出すかねっていう感じが僕はすごい感じたんですよね。どうですかこれ。はい、まあ、もちろん無課金の中にもこうガシャ運が良くてこうしっかりとキャラクターも揃ってて PVP で上位にいますっていう人、まあもちろんいるとは思うんですよ、それはわかるんですけど、それって無課金の中でほんの一握りでしかないでしょ。で、このドラゴンボールレジェンズのユーザーの、6、7割は無課金だと僕は思ってるんですよね。ほとんどがライトユーザーだと思ってるんですよ。じゃあその6、7割を弾き返すようなクエストを出すか、出さないでしょ。しかもこれ無課金が欲しいね、報酬を用意して無課金にクリアさせないみたいな、で強制的にガシャ引かしてこう金をかき集めるみたいな、そういう商売のなんかもう裏側みたいなのがさ、わかるじゃないですかこれって、なんか目に見えてるっていうか、でガシャ引かない無課金の人は、ああじゃあクリアできませんでいいでしょみたいな、ダメでしょそんなのね。そりゃもちろんですね、無課金の人と課金者で、課金者の方が大事っていうのは、それはもう商売してる側からしたらね当たり前の話なんですけど、例えばまあファミレスとか行ってこう料理をいっぱい頼む人と水だけ飲んで帰る人って言ったら、そりゃ料理してる人の方がね大事なのはわかるんですけど、まあ、こういうゲームって例えば一人の無課金ユーザーがツイッターとかでね、ドラゴンボールレジェンズすごい面白いなみたいなこうつぶやいたとして、それでそのツイート、無課金の人のツイートとかを見て、あじゃあ俺も始めてみようっていう人がこう複数人いて、その複数人の中にこう課金者が出てくるみたいな、そういうねこうつながりがあるわけですよ、ゲームってソシャゲってね。だから無課金ユーザーをねもうちょっと大事にした方がいいんじゃないかなって僕はすごい思うんすよね。これどうですかね皆さんちょっとねどうかな、コメント欄とかでねちらほら見るんすよ、僕は無課金ユーザーだから。今回のチャレンジラッシュサマー、スルーしますみたいな、クリアできないんでみたいなね、コメントをしてる人がね結構いるんすよね。コメント結構見てますけど僕も、まあ、そういう人たちやめちゃうよっていうやめちゃダメでしょね。まあこのドラゴンボールレジェンズって最初の頃は、まあ、例えば一日中メンテナンスしたりとか、半日、5時間平気でこうメンテナンス時間を過ぎるような、運営さんで、さらにそのこうお詫びが、まあ、石50個とか、よくて100個とか、まあ、そういう時代があったわけですよね。ただ最近は1周年とか、まあ、その辺人気キャラクターを出して
こう、まあ、売り上げが右肩上がりしていったわけで、まあ、もらえる石の数もまあだんだん増えてきたとは思うんですけど、それでもこれはひどいぞ。ねえ、なんか不快感ある強さでしょ、これ。まあ、さっきも言った通り、なんかコンピューターの利点を生かして、こう僕がアーツを押した瞬間にライジングかぶせてくるとか、必殺かぶせてくるとか、単発避けたなと思ったらすぐライジングかぶせてきたりとか、ライジング呼んだりとかね。まあ、そういうことあってはいかんでしょうと。せめてもうちょいさ、無課金でも勝てるか勝てないか、ヒリヒリする戦いみたいな、それぐらいでいいじゃないですか。ねえ。まあこの3500を3000にしてあげるとかね。3000までなんでしょ、こっち使えんのは。じゃあ3000にしようよ。なんで無理でしょ、そんなん。で、この出撃条件をこう、柔らかくしてあげるとか、それとも、まあ、特攻をつけてあげるとかね。そういう感じでもうちょっと難易度を緩和できる点はあると思うんですけど、これはひどいっすよね。これひどいと思うんですよ。まあ、僕結構言い過ぎかなとは思うんですけど、僕は、これぐらい思ったかなっていう感じですよね。これだってチャレンジクリアするんじゃなくて、普通にクリアするのも難しいでしょ？まあ、これですよ。僕一番苦労したわ、これ。エクストリーム3体のみでクリアする。 こんなん無理でしょ、無課金。でしかもフリーザ軍のエクストリームでしょ、めちゃめちゃ限られてくるやん、そんなね。でガシャ引けなくて、エクストリームのフリーザ軍全然強いのいなくて、勝てないです、チャレンジクリアできません、報酬ももらえない、クリアそもそもできないみたいな、そういう人がいると思うんで、これはないなと思います。前回があっただけにね、さらにないなと思いました。まあ、前回のフルパワーフリーザの件に関しては僕は一切触れてなかったんですけど、まあ、そういうこともあるかと。一回ぐらいやったらそういうこともあるでしょう。まあ、こっから、まあ、難易度が見直されて、無課金でもクリアできるようなクエストがどんどん増えていくだろうと思ってて、これだったんで、まあ、さすがにちょっと、動画化しようかなと思いました。ちょっとね、まあ、長々と、10分ぐらいかな、喋っちゃったんですけど、どう思いますか？コメント欄でちょっと正直な感想を教えてほしいかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。Surrounds me. If we hold ourselves together.